はい、はい、ここまで見られますね。問題とか痛いよ、痛いよ、痛いよ、人差し指にというかね、痛い、そう、あ痛い、あー気持ちいい、すげー楽にね、あ、すごいスーッとしますよ、うん、ありがとうございます。あとじゃあ仰向けで、仰向けちょっとじゃあお願いします。暑い暑い、暑いですか？いや、やってると暑い。あ、でも体動かしてるとそうなんですね。あー気持ちいい、すげー楽にね、あ、すごいスーッとしますよ、うん、今全然こっちに顔来てないから映ってたかな今の。すごいすごい気持ちいいですよ。よかった。何がいいってなんつうかね、このスーッとする感じ、うん、軽くなる感じがすごいいいんですよね、マッサージ受けると。はあ、楽です。あーすごい気持ちいいです。はあ、なんかこう軽くなりますよね、はい、体がスーッとしますよ。枕を、あ、枕を、うん、大丈夫そうですね。大丈夫そうですか、はい、はい、このぐらいだと大丈夫ですか。大丈夫です。なんかもうちょっと強くても大丈夫です。これどうやってやってるんですか。腕を枕に置いて、うん、こっち側の空いたところに手を入れてる感じなんですね。そうです。ほうほうほう。これ頭全部取っちゃうと、はい、これはこれでやっぱり辛いんで、うん、枕で一応頭若干乗せて、あ、なるほどね、ここの空いたスペースで、なるほどね、これ頭全部持とうとするから大変なんじゃないですか。うん、確かに確かに。いやでも私頭苦労しましたよ、やっぱそんなうまく教えてくれる人もいなかったし。俺割とすんなりできちゃいました。まあ多分丹野さんは天才タイプなんでしょう。いろんなことをすんなりやれちゃう人なんですよ。結構すんなりできてますね。そうですよね。あのこのなんだろう、体を揉むことにあたって、うん、やっぱり唯一つまずいたのって肩なんですよね。首は意外と簡単にできました。だから肩はもう全然その最初どこを触ってるか分かんないし、はいはい、どこがその気持ちいいポイントとか、はい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 、凝ってるポイントなのかも分かんないんで。あ、でも肩って分かりづらいですよね。分かりづらいですね。その前面とトップと後面みたいに結構分かれちゃうじゃないですか、うん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 、でそれで最初全然その肩が分からなくて、うん、そこが一番最初のつまずきですかね。なるほど。肩をやった時に、ああもう何やってるか分かんないってなりました。うん、で人によって違いも大きいですしね、はい、肩の凝り方とかって全然、うんうん、背中がふにゃふにゃな人っていないけど、肩はふにゃふにゃな人いますからね。はい、うん、自分が欲しいポイントをその自分の肩を触ればどこだか分かるけど、うん、それを他人でやろうとした場合、うん、どこなんだろうなっていうのは分かんなかったです最初。あ、なるほど。で凝ってますよ、うん、首凝るんですよめっちゃこの辺。これ俺も欲しいポイント、なんですかね、めっちゃ首が凝るな。多分あれなんです、目が悪いのと、うん、そうそうそう、ちっさあとあれですよ、そのさっきのその肩とか背中から、はい、頸椎と胸椎の連結がうまくいってないとか、はい、あ、そうなんですね、姿勢の問題とか。痛いよ、はい、立った時に頭前に出ます。出ます、めっちゃ出ます、やばいぐらい出ます。筋肉が少ないせいだと思います、それ一つには。ああ、ああ痛い、ああ
じゃあ足がもじもじする。で、あとはさっきのこの付け根ですね、はい、これ、はい、これ、あ、はいはい、これ今人差し指です、はい、人差し指で、人差し指でなんだ、人差し指で痛いよ痛いよ人差し指にこれちょっと引っ掛けてるだけ、はいはい、これ、めっちゃ痛いよはい、すごい入りますね、うん、そんなに力は入れてないです、はい、あ、そうなんですね、うん、これはそんなにでもあれですよ、本当に力技で言ってるわけでもなくて、あ、もうでも確かに軽く置いてるだけというかね、痛い、うん、当たってるだけぐらいな感じですもんね、この頭の重みだけですね、あ、そう、ああ痛い、ああ、はいはい、これ気持ちよさそう、うん、まあ気持ちいいです、ここまで見られますねこの辺、はい、この辺全部狙っていいポイントなんで、はい、ここ重要ですね、はい、あのその目のかすみとかそういうのあるじゃないですか、はい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 、ここをほぐしてあげるだけで結構取れますよ、ですね、おーっと思うような入りますね、このぐらい入ればでも結構効いてますよね、はい、すごい効きます、ただそれでもそんなに力は入れてないです、はい、全然入ってない感じしますね、この横側、うん、はい、この辺なんかはもうこんな程度でいいんじゃないですかね、はい、うん、そうですね、このやられると痛いだけですよね、まあ、押すっていうよりも抑え込むような、うん、抑える、そうですね、であとその若干この首の側屈も取ってあげて、側屈するとこっちが緩みますよね、その緩んだところで軽く抑え込む、うんうん、私強さ乳突筋とか結構グイってやりますけどね、強さ乳突筋は俺も結構いきますけども、うんうん、ただそれでもそんなにそんなにグイ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 はいかないです、うん、あ、これは怖くていけない、いけないですか、いけない、細すぎて、ああ、とちょっと後ろの方、はい、ああ、もうでもそれぐらいで十分、うん、だってもう腕にビリビリしますもん、そこ強くやられたら怖い、この横側はやっぱり弱めで、うん、うん、そうですね、真後ろは強くやってもいいんですけどね、うん、そうですね、